こんにちは、せひろです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。本日の動画は、マーケティングファネルとは、メルマガビジネスの道筋について説明していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ですね。まずファネルとはですね、上語のことですね。液体を容器に入れる際に使われる逆三角錐の形をしたものですね。まあ、見たことあると思うんですけど、まあ、ちなみにですね、マーケティングファネルとは、まあ、いわゆるマーケティングの道筋のことですね。ではですね、これらについて説明していきたいと思います。まあ、ビジネスにおけるファネルの種類ってことですけど、まあ、これはインターネットビジネスだったり、ね、まあ、リアルビジネスでもそうなんですけど、一般的にいわゆるファネルの種類があるんですけど、まあ、これがファネルですよね、いわゆる。で、ここに、認知、興味関心、比較検討、購入、まあ、共有と、まあ、こちら逆三角形になってますけど、あるんですけど、まあ、いわゆるこの部分ですね、バーチャスファネルと言います。まあ、いわゆるこれがよく いわゆる、マーケティングファネルと言われていることですね。で、このパーチャスファネルとは、まあ、アイデマの法則にのね、よって作られたものですね。まあ、アイデマの法則というのは、まあ、別の動画でも説明してあるんですけど、まあ、いわゆる消費者の行動心理ですね。それによって作られたものですね。で、下の部分がインフルエンスファネルといいまして、まあ、こちらはですね、挨拶の法則の、まあ、共有の部分ですね。そちらの考えに基づいてできたものと言われてますね。まあ、この挨拶の法則も別の動画で説明してますので、まあ、こちらはいわゆるアイデマの法則の、まあ、進化版ですよね。要するにインターネットが普及し始めて、それで消費者の行動心理が変わったということで、挨拶の法則っていうのができたんですけど、まあ、要するに下のそれによってですね、インフルエンスファネルというのができまして、まあ、要するに共有ですよね。 SNS ので共有することが多くなったと、購入者がこれはいいよということで、まあ、そうすることによってまた宣伝されることで再度認知されるということですね。こういうふうに回っていくということですよね。で、この両方を、ダブルファネルと、今では言われているそうです。では次ですね、メルマガビジネスでのファネルについてですね、まあ、こういう絵を見たことがあると思うんですけど、まあ、これですね、協賛リスト、無料レポートスタンドリスト、オプトインリスト、購入者リスト、リピーターリスト、まあ、点々点となっていくんですけど、一番上がですね、まあ、反応が薄い読者リストですね。で、それが下に行けば行くほど、こういう反応が濃いファン、反応が濃いリスト、まあ、いわゆるあなたのファンになっていくということですけど、まあ、協賛リスト、まあ、例えば広告で買ったリストとかですね、そういうのが一番、まあ、反応が薄いということですよね。あなたのことを誰かは分かっていないということですね。で、次に、メールレポートスタンドのリストということは、あなたがですね、メールゾーやザムなどのレポートスタンドに、あなたが作ったレポートをですね、ダウンロードしてくれた人ですね。まあ、そういうリストですね。で、次のオプトインリストですけど、まあ、こちらはさらにですね、名前入りの、メールアドレスってことですね。名前入りのリスト。まあ、要するにそこは、例えばここが表メルマガとしたら裏メルマガとして、裏メルマガをね、読みたいと登録してくれた方、もしくはですね、ランディングページから名前入りでメールアドを登録した方と、ブログに、まあ、登録フォームがあるんでしたら、ブログから名前入りで入ってきた方ってことですね。まあ、この辺からあなたに興味がある方ってことですよね。で、次が購入者リストですけど、あなたのメルマガからですね、何か商品を買ってくれた方ですよね。まあ、ここまで来るとだいぶファンになっていくって感じですね。で、そのリピーターリストは、
再度また購入してくれた方、もしくは、まあ、フロントエンド買った後にバックエンドまで買ってくれた方とかですね、まあ、こうやって徐々にこういうファンになっていくところですよね。ですね。で、これを意識して、ビジネスをやっていくということですね。メルマガビジネスは。次、情報販売でのマーケティングファネルってことですけど、まあ、先ほどのあれに似てますけど、まあ、上が反応が薄い、下が反応濃い、いわゆるあなたのファンってことですね。まあ、下に行けば行くほど高額の商品が売れるってことですよね。要するにあなたのファンは、あなたの企画するオリジナル商品とかバックエンドが欲しいって思うってことですね。それで反応が薄い上の協賛リストとかにはですね、まあ、無料オファーとかを、まあ、とりあえず流しておくと。で、まあ、無料オファーをが成立すればいいかなって感じですね。で、全然反応がない読者はリストは、もうステアドの可能性が高いので、これはもう、到達率が悪くなっていきますので、バンバン解除していくってことですね。で、まあ、ここから有料商品、あなたメールマガ内で何か有料商品を紹介していく、もしくはフロントエンドを紹介するということですね。まあ、この辺に来ると、まあ、コンサルを行っている方でしたら、コンサル生をこの辺で募集して、で、そのコンサル生をしっかり稼がしていくということですね。そうすることによって、次のバックエンド1、バックエンド2という形で、あなたの企画数ですね、有料コミュニティだったり、限定コミュニティとかですね、会員制のビジネスとかにつなげていけるってことですね。そうすることによって、あなたのビジネスがね、右肩上がりに、売上が上がっていくってことですね。で、ビジネスもうまくいくってことですね。要するに、あなたのファン、あなたのことを慕っている、仲間が、いっぱい増えるわけですからね、ビジネスがうまくいくってことですね。なので、最終的にはここを目指していくってことですよね。これが、マーケティングの道筋ですね。メルマガビジネスの。じゃあ最後ですね、マーケティングファネルのまとめですね。まあ、マーケティングファネルとはいわゆるマーケティングの道筋のことであるってことですね。まあ、一般的にはアイデマ法則に関連付けられた考え方であるってことですね。まあ、挨拶の法則も最近ではあって、まあ、ダブルファネルという考え方もあるってことですね。メルマガビジネスにおいては、反応の薄いリストを濃いリスト、まあ、いわゆるあなたのファンにしていくための道筋であるということですね。で、マーケティングファネルによってあなたのファンが増えれば、売上は右肩上がりになり、ビジネスがよりうまくいくということですね。なので、これを意識していって、仕組み作りなり作業をやっていってください。はい、本日の動画は以上です。本日も最後までご覧いただきどうもありがとうございました。